けてくれという思いで走ったんですけど、はい、じゃあちょっと自分でも練習してください。はい、そして2つ目のホームランは左手の打席でした。あの時はいやでもちょっと詰まり気味だったんですけど、しっかり押し込めたんで、まあでも特にですけど、右と左で1試合でホームランというのは初めてだったんで、ちょっとドキドキしました。大きな拍手を届けますね。そうですね、本当すごい、たくさん声援があってるんで、まあ、勝ちに貢献できるホームラン、そういうバッティングができればと思います。今シーズンこれで8本目のホームランとなります。好調の要因とかあるでしょう。いやーでもそのホームランを打つバッターじゃないんで、ちょっと間違ってると思いますけど、ちょっともうちょっと率が低いんで、もっといいところで、いいヒットを打てるように、ホームランは高かったんで、またでも打てたらいいなと思います。そしてこのホームでも連続のお立ち台となっているんですが、連続でのお立ち台となっておりますが、お気持ちいかがでしょう。そうですね、まあ、本来の